また朝だ。フェリー、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 マジか。フェリー、フェリー、あの朝朝だけど朝だよ。うん、そうだよね。あの、うん、朝、朝だから、うん、目覚めの一杯早いって。いや、マジで朝、朝だから。違う違う、でも朝だから。この前、うん、あの、この前言ったよ。ちょっと、目覚めの一杯、ちょっと朝だから。違う違う、だって寝切ってないんだって今日、まだ。いや、でも、朝だから。行こう。うん。朝だからね。じゃ。4時。うん。朝。前より早いし。朝だね。じゃあ行こうか。うん。じゃあ準備して。行こう。うん。朝だから。この辺だ。あの、朝だから。スパンの話してんだよ。でも朝だからね。目覚めなきゃ。うん、うん、じゃあ行こう。オッケー。おはよう。おはよう。真っ暗なのよ。おいおいおい、寝ぼけてんじゃねえかい。寝ぼけてんじゃねえかよ。すごい。おい、頼むぜ。今日車なんすね。今日は車だよ。目覚めの一杯。だいぶありがたいわ、それだけで。やるしかないよね、今日はね。もうただ、ライト隠したらもう見えてないよ。そりゃそうだったよ、目覚めの一杯なんだから。ちょっと。寝ぼけてるね。ああ。フェニックスくんに起こさなきゃいけないから、はい、目覚めの一杯今日やりますよ、また。目覚めの一杯。もうね、大好評ですから。いやいや。はい。まあ、確かに、コメント多いなとは思ったけど。はい、大好評ね。違う違う、スパンがさ。そう。皆さんのね、熱いね、声援で実現しました、うん、目覚めの一杯です、今日は。はい。ありがた迷惑だ。はい。だ、今日目覚めの一杯行くんでね。はい。楽しみにしててよ。捨ててほしいんだよ、こっちは。でも目覚めの一杯ね、いただいちゃったらもう目覚めちゃうんだから。今日そういう企画なんだよ。めちゃくちゃキモい日本語。うん、目覚め、目覚めの一杯いただいちゃったらね、目覚めちゃう、目覚めちゃうんだから。そりゃ今寝てるだろ、お前。またまあ、まだこの自分のライトでどんどん目は覚めてきてる、うん、お前どんだけ寝れば気が済むんだよ、お前。だから寝てねえって言ってる。この間ようやく起こしたのによ。また寝てんじゃないか。困ったもんだよ、本当によ。急に夜型になったの、そんな。もう朝型だけどね。朝、もうもはや、それは。朝型って言っていいんかな。朝型だよ、それは、もうもちろん。カウントは夜型だけど。いや、朝、朝、朝ですよ。もう、超朝型になったんで、うん、やっぱ今日はね、ちょっと目覚めの一杯、はい、連れていこうかなと思います。ちょっとまた、はい、前回とは違う方面だな。あ、まあそうですね。あ、今日あともう一人ちょっと連れてくんで。もう一人いんの？はい。もう一人連れてくんで。はい。あそこ向かってんの？はい、そこに向かってます。よし。じゃあ、行きましょうか。あれ、寝てるの？あれ、寝てるか？お寿司か？一回じゃないか。あれ起きないね。これで起きるかな。いや、怖いの方が強いんじゃない。
おはようございます。おはようございます。失礼します。大きな声出すぞ。いや、もう落ち着け。大きな声出す。こっち。大きな声出すぞ。大きな声出すな。大きな声出すな。大きな声出すな。大きな声出すぞ。閉めたから大きな声出すね。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、おはようございます。ちょっと待って、ちょっと待って。どうした？ちょっと待って。どうした？ちょっと待ってこれ。どうした？あ、ドキドキしてる、ドキドキしてる。どうした？どうした？怖い怖い。わかるよ。普通に。わかるよ。ちょっと電気ある、電気。電気。わかるよ。つけて。怖いよね。怖いね、一旦ね、落ち着く、落ち着く。あ、何、サッカー見てた。サッカー映しちゃダメだろ。サッカー映しちゃダメだろ。ちょびっと、ちょびっとだけ。ちょびっとだけ多分ダメだろ。ちょっと遅いな、出るの。違う、怖い、怖い。出るの遅かったぞ。4時、4時、4時半にピンポンだったら、俺、上不審者だと思って。いや、ちょっと遅かったから、焦っちゃったよ。寝てんじゃないかな。で、だって、その、ドアノブからさ、覗いたら、メガネかけたやつがこうやって飛んでくる。ここに黒い塊があって、ちょっともう怖いよね。怖すぎる。いや、怖くないよ。怖いよ。怖すぎるって。来ちゃった。うん。寝てると思って来ちゃったよ。いつでも来てとは言ったけど、時間は気にしないで。30歳、30歳。いや、違うのよ。今日はだから、目覚めの一杯を飲みに行くっていう企画なんで。はい、大好評企画でそんなことねえよ、はい、なんでちょっと今日はちょっとまだね寝てる雨宮君もちょっと起こしたいなと思ってここで仮俺なんか友達ももうちょい寝てるってこと俺もサッカーで全然普通に起きてたからいや寝てる連絡してくれればよかったの違う違う今寝てるんです今寝てるんです寝ちゃってるんで俺起きてる起きてる全然今起きてるいや雨宮君、無駄だよもうこれどういうことがしたいの？え、どういうことですか？うん、目的な？もう出るから、いい、このままで。いや、大丈夫、出るけど。寒いよ、さすがに寒いと思うよ。そうそう、出ちゃうけど大丈夫っていう。ちょっと着替えもんじゃん。ダメです。なんでだよ。ダメだろ、それはそれで。寒い、こっちめっちゃ寒いの。寒いよ。じゃあちょっと、ハリハリ。ちょっと、ハリハリ。ハリで。なるほど。お願いします。オッケー。雨宮さんでしたか。うん。やっぱ今日のゲストは雨宮さんで。ゲスト。はい。本日の目覚めるいっぱいゲスト。そうね。レギュラーの。いや、俺もレギュラーだ。俺レギュラーなんこれ。はい。いやな。どうしてもそこは近距離なんでやっぱ。まあこれでね。最悪のレギュラー。気づいたと思うけど安全圏はありません。これ近距離はい。どこでも行きますよ。はい。あんたどこにも行くからね。うん。待ってて楽しみにしててよ。うん。やだな。目覚めよ。はい、見つけちゃった。あれほら、やっぱ目覚めてなかった。やだ、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 やだってきた、やだってきた。そのまま行くのか。ほら、やだ、やっぱ目覚めてなかった。諦めろって。ね、やっぱ目覚めてないよね。諦めろって。オッケー、諦めな。諦めな。はい。諦めろって。はいはい。諦めろって。オッケー、もう。切れた。俺このまま連れてくる。ああ、一。切れた。普通に切れた。このまま連れてくる。切れ、切れ、切れ。よし、いけない？いいな。危ない、住所取れる。うん。危ない。危ないぞ。よし、切ろう。こいつは本当に。ね、話した瞬間にすぐ寝ちゃう。逃げ切れないんだって、これ。寝てんだよ、こいつは。寝てる？まだ。寝てるわ。でそんな起こしてるんだよ。うちのメンバー寝てるやつばっかじゃない。ほんと頼むぜ。入れようかしたら。ん？ありがとう。うちで。コーヒー入れようか。いや今日コーヒーじゃない。え？うん。目覚めの一杯は。あ、そうなん。あ、コーヒーじゃないけど。熱かんってこと。あ、違う違う。最近。目覚めるかそれ。ね、眠りの一杯だよ。寝酒じゃん。俺もちょうどいいんだけど、熱感ぐらいなもん。俺運転してんだけど。運転してるから。うん。コーヒーじゃねえんだ。違うよ。でも目覚めの一杯なんで。まあ行きましょうや。え？うん。行こうよ。え、オッケー、行きましょう。オッケー、いいよ、もう。行こう。さあ、ということでね。乗ったね。雨の宮くん。雨の宮くん。初対面ではないよな。初対面ではないよな。
こうよ。もちろんもちろん。全然違うんだ。もちろん。知らない太郎と喋ってんだよ。いやもう親友ですから、それはもう。ずっとこうです。ずっとこうなんだ。嬉しいよ。初ゲストでね。目覚めるいっぱい。初ゲスト。早いさっき俺もレギュラーって判明したから。初ゲスト会なんでね。ちょっと今日記念すべき。絶対こうよとかだって。隣にいるんだから。絶対こうよとかだから。こういなかったんだよ、今日。今日は夜勤でしたね。はい。だからちょっと雨宮くんもね、はい、ちょっと、ね、さらいに来ましたけど、はい。いや、今日はちょっと目覚めの一杯を食べたいなと。お前、目覚めてるか大丈夫？え、食べんの？いや、もう、あ、もう言っちゃったから、そう、食べるんですよ、今日は。まあでも何かな？え？何を食べるのかな？あ、ミスじゃなかったんだ、普通に。ああ普通に寝ぼけてんのかと思ったけど。寝ぼけちゃいねえよ。まったく。寝ぼけてはいるだろ。寝ぼけちゃいねえ。寝ぼけてはいるの。いや、寝ぼけてんのはお前らだろうが。それは。お前らが寝てるから、俺が起こしに来てんじゃん。いつも。ね、寝る時間だから。寝ぼけちゃってんのよ、いつも。寝てる時間だって普通。頼むぜ。俺起きてただろうが、ね、確かに。お前が一番寝ぼけてんだよ。お前、携帯取りに帰ってんの一回な。もう出ようなって言った時にお前携帯取りに帰ってた。普通にあの忘れてたのキックバック歌いながら、うん、ねなんか普通にふんふんふんとか言ってもうなんかテンション上げようとしてたのか分かんないけど忘れるみたいな歌詞の時に思い出してめちゃめちゃ忘れてな携帯忘れた普通に一回戻って帰ってたから意味わかんない状況だったからなそんな寝ようかなうん、よかったよ監視したからねあのついてったから監視してるからねついてってるからねだから今日はちょっと行こうかなとねやっぱ随分来たけどねいや今日はそうっすよえってか待ってからも随分経ったけどでもそうだいぶねちょっとひとしきりサッカーの話した後だからそうそろそろかっつって太郎がいやそうそろそろだから近づいてきてるからもういいかなとはいはいはいちょっと大丈夫みんなその目覚めの一杯いただく準備できてるまあ腹は減ってるけどなもう本当？まあ、食うとしたら、うん、雨の目くんいけてる？俺はいつでも別に寝てても大丈夫だけどおいおい眠て返事してんじゃねえよ本当によ返事だったか頼むぜめちゃくちゃデブの本当に頼むぜおい気のある答えだったけど分かったじゃあ一回開けますねじゃあちょっともうはいオッケーオッケー雨の目くんの席も開けまーす私の気持ちですこれオッケーマジで最高だぜ最高だぜ進め進めオープンカーシステムでいきますよ うわうるせえしうるせえうるせえってシンプルにでも前のトラックに暴れ大根暴れ大根いやすごいね暴れ大根さすがだよさすがだよトラックの運転手の皆さん起きてるからちゃんとそうだねもうそういう時間よだら俺らも起きねえと負けてらんないっしょ負けてらんないっしょうぜえ起きるっしょマジ気をつけて運転しろ事故るぞお前事故るっしょこれじゃ気をつけろ事故るっしょはダメだダメっしょダメだろ起きるっしょ気をつけろお前よっしゃお前絶対寝んなよお前寝るわけないじゃないか千葉郷さんなんてずっとブルブルじゃない千葉郷さんねむねむだべやばい眠いって言ってんじゃんでこれから食うってなったら、うん、だって満腹ジュースでお前お腹いっぱいになったら眠くなるぞ着いたらちょっと一眠りするかもしれません、うん、あとね朝10時から皮膚科入ってるから今日あ10時からうんあまあイボうんまあしたことじゃないですけどそんな連れ出しといて入ってた予定だもん頼むよもうしたことじゃないんでそれは、はい、皮膚科間に合うかこれよっしゃじゃあ行こう目的地までじゃあジャンプしよっか目的地までいや知らねえから俺ら行こうせーのジャンプ閉める閉めよう閉めてもらっていい閉めよう閉めてすっげえ排気ガスがすごかったぜプシューでなはい近づいてきましたよなるほどねうわはいいや来てんなと思ったけどなるほどね空港じゃんはい羽田空港です羽田ね来ましたよ羽田空港羽田空港羽田はい、羽田エアライン、へへー。ありがたいねー。
今日ここでねちょっと目覚めの一杯いただこうかなと。羽田空港はそっか、確かにこの時間でも起きてるというか。そうですよ、まあ、常にやっぱそうだね、目覚めてるの代名詞って言っていいんじゃないですかね、羽田空港は。代名詞かな、他の代名詞知らない、うん、目覚めの代名詞ですから、目覚めの代名詞か。あ、なんか東京いるけど東京じゃないとこ来たみたいな気持ちになってるから今。ああまあまあまあちょっとね、そうそう、でもあんまめったに来るとこじゃないの。そう確かに。だから時差でめっちゃ真っ暗なんじゃないかと思っちゃうね今ね。そうあるかもな。そう時差じゃないねこれ。ちゃんと真っ暗なんです。時差ですよ。だから到着したらねちょっと違うね、日本時間だ。どっち日本時間で言うと違うのかな。に違うんでしょうね。いいよねやっぱ空港ってかっこいいよね。いいねこの羽田。普通に軽い乗りで。うん。空港来たことないからなんかワクワクするのかな。お、いいね。アメノミ君前向きだね。いいね。素晴らしいよ。いや、ようねえって。いいよ。軽い気持ちで来ねえって。軽い気持ちで来たらしい。お台場より楽しいかも。嘘。あ、いいね。お台場の方がいいよ、絶対。お台場より楽しいかも。アメノミヤ君いいよ。ギリ、ギリ勝ってる今。目覚めてきてんじゃないちょっと。マジ？ようやくだよ。嬉しい。素質あるね、目覚める。ここマジ、駐車場ややこしいからな。うおー。わ、むずいんだよね。すげえ。第3ターミナル。いやー、気持ちいいね。気持ちよくねえだろ、気持ちいいよね。トンネルで言うやつ初めて聞いた。嬉しい。こんなトンネルいっぱい走るなんて嬉しい。確かに先見えねえよ、誰もいないわ。地下な。地下。この上、飛行機通る。わー、でも海ボタルより今、滑走路だよ。いやー、いいね、アメノミヤ君。目覚めてるね。海の中を走ってるトンネルより。いいね。目覚めてきてるじゃん。楽しいかもしれない。目覚めてきている。ギリ。アメノミヤ君目覚めるね、本当に。いいわ。ちょうどいい短さ。早いな。ゲットしたけど。ちょうどいい短さだね、ちょうどいい短さなんで。終わったわ。すぐに終わりました。いいよ、いいよ。さあ、駐車場が空いてるのかな。そうなんだよ。朝混んでるイメージだよ。おいしょー。はい。うわーうわーい。すごい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 。すげえ、もう。うわーい。雨起きてんじゃん。めちゃくちゃ、今一瞬だけどインディ・ジョーンズより楽しかった。嘘。いいねー。嘘。C の。いいねー。全然、まだ、待ってる時のパコの方がおもれえよ。素質あるわー。嘘だろ。喋ってくれるパコね。ほんとに。テーマパークだよね。テーマパークなんかい。目覚めるテーマパークだよ。うわ、マジで楽しかった。おやすみ。おい、メインディッシュが残ってるでしょうが。これ、第一ターミナルのかって書いてある。うん。ぐるぐるしちゃうから。こうなってるわ、もう。第一にする？いや、第四いけない？いや、第一が多分近いんですよ。あ、近いんだ。そう、そこで行きたいんで。揉めてる今。いや、わかんない。普段、俺、空港で行くときさ、うん、3か4のイメージがある。まあ、だから普段とか知らないから。普段とか知らないし。知ってるやついるな。ごめんごめん。知らないし、もう行き先が俺が決めてるから。ごめんなさい、ちょっと。もう話しかけないでもらっていい？ちょっとごめんね。腹立つな。うん。集中したいんだわ。前回ごめんな。めちゃくちゃ間違えたから。ごめんな、集中したいんだ。大丈夫なのね。俺も。大丈夫？今日は大丈夫なの。もうミスりたくないんだ。二人任すからね。君がごちゃごちゃ言うことによって、今、ややこしくなってる。もう、すごい遠回りしたから前。お前ややこしくなるから。めっちゃ寒い。ややこしくなっちゃうし。で、今日、アメノミヤ君もいるから。あんまそういう空気やめて。俺のことは空気悪くすんのだけやめて。本当に。本当。空気悪くすんのだけやめてほしい。どうにかなる？なるね。大丈夫か？あ、じゃあ、大人になれる？大丈夫。大人にだけだったな。ごめんね。大人になれた。こいつ。大人にだけなってほしい。よかった。斜め。いける？ちょっと黙っててもらって、ちょっと。いいか。大丈夫かな。うん。できるだけスムーズにこっちも。いや、もうなってるから。なってる。任すからね、なってる。うん。なってんのに。もうわかんないから。なってんのに、ごちゃごちゃ言うことによって、今もうスムーズじゃなくなってる。本当に。本当に。いや、本当、爽やかな朝にしたいんだ。頼むよ。ごめんな。爽やかにしたい。こっちもしたいよ。だから。ごめん、ごめん。スッと入ってほしいんだけど。ちょっと、もう、話すのやめようか。あらずこの大人の立ち振る舞いみたいな。議論にしてよ。分かった。分かった。分かった。もう俺が悪かったね。ムカつくな。分かった。分かった。ムカつく折り方。俺が大人になるわここは。止めろよでも。分かってんだよ。もうすぐだろ。
着いたよ、ほら。よし。OK、到着。まだだ、空港。うん、いや、もう到着だろ、これ。いいだろ、もう。絶対まだだろ。わかんない。もう到着でいいだろ。じゃあ今食わせる。お店わかんねえから。すげえよ。もういいんだよ、これ到着で。まだだろ。到着しろ。到着だ。到着だ。到着？はい、到着って言ったら到着。よいっす。じゃあ、やいっす。やいっす。はい、じゃあお店ゴー。はい、せーの、ジャンプ。さっきもジャンプしたけどさ、着地せずに始まってるから。あれジャンプ中今。だから今2回ジャンプした。2回ジャンプ。二段ジャンプしてる。ダブルジャンプ。二段ジャンプね。やってんだよ。ダブルジャンプしてる。クラッシュバンディングみたいに回るもん。そうだよ。今足開いてる状態が今。開脚してジャンプしてる状態。あれ。え？え？ここでいいんすか？クードって店探してって言われたから。うん、クードっていう店なんだけど、うん、カレーうどんのカレーうどんのお店なんだけど、うん、あれ、え、これってどういう意味？まだ始まってなくね。いや、俺なんか調べてあると5時半からやってるって書いてあったんだけど、だいぶ差あるじゃん。通常が5時半から20時、うんうん、あ、今が10時から19時らしいわ。はい、変更しちゃってんのか。うわなるほどね。じゃあちょっと帰ろっか。おいおいうれおい、いや俺は仕方なくない、リサーチ不足、俺は仕方なくない、マジで。マジかよ、ネットだったら5時半だったよ。マジであるって、こんな公共のさとこなんだ。わかるわかる。蕎麦屋とか開いてなかったっけ。いや普通にあるはずなんだけど、いやだから、いや開いてたはずなんだよ。だからこれがカレーうどん、タクシーがカレーでも本当は食いたかったんだけど。探すか。もうないんで、はい、急遽だからちょっと空港飯今から探索します。ほら、でもしこの次の絵がお店じゃなかった場合、うん、空弁です。弁かよ。弁です。探したのに、なんとかして頼む、みんな願ってくれ。はい、この次のシーンでね、次のシーンでどうなってるか、はい、じゃあ探します。いっぱいどうにか、さ、この企画にそぐやつを見つけてくれ。頼む、会ってくれ。絶対ある、絶対ある。大丈夫、最後ジャンプしとくか。はい、頼む。やっと意味のあるジャンプです。見てる皆さんも本当に、はい、いくぞ、はい、願ってください。いくぞ、あるから絶対大丈夫、はい、よ、せーの、じゃっ、よいしょ。あったあったな。嬉しい。服脱げたし、二人も。あっち。探してたら暑くなっちゃったよ。マジであっち。暑かった。びっくりしたな。いや、マジで暑い。空港確かに思ったより。絶対無理暑いだよ。気持ち悪い。お蕎麦さん、あと一個。蕎麦ね。ちょっと俺暑くて持てないの。なんとか一杯。うん。ありました。それは見えてるか。うん。もうこれも一杯ね。よかった。よかった。蕎麦じゃないかなと思ってたからよかったわ。あ、本当？ああ。そのカレーうどんか。食べるにしてもそばじゃない？嬉しい、確かに。そっか、じゃあよかった、結果よかったのか。結果なんか、まあ、ちょうどいいと思う、うん、いやー、カレーうどんも捨てがたかったけど、いや、いいっすね。でも結果オーライですわ。一杯は一杯なんで、いただきます。麺がさ、めっちゃ太いの、これ。なんか色がで、俺ら大盛り頼んだんだけど、すごいね、分け方がこれと大盛り分、これとザルがあるから、うん、麺が平たい麺で、うわ、嬉しい。あれ乗らないんだろう。そう、うん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 、うまっ。まあ、やっぱそばだわ。そばいいんだよ。カレーうどんじゃないってあった。よかったもんね、結果。うん、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 うまいわ。うめえ。うん。どうも。うん。すげえ歯ごたえ。うめえ。うん。食いごたえ。皮あるよ。で、香りもバッと出るわ。うん。うまい。うまい。
ねえな。あの駅のやつとは全然違う。うん、違う違う、うん、もっと本格的だ。そう、バツバツの麺ですよ。うまっ。うん、うん、しかもちょうど高いたら無理だと思った。あ、分かったよね。そば、うん、ある部分だから命拾いしたからだから、いや、ほんとだ、おそば絶望だと思う、こうしないから、うん、ちょっと大盛りがマジの重いだな。ね、いいね。うまっ。うん。お客さんの顔ぶれ、やっぱリズム見てる人全員違うんだ、なんか空港だから。確かに結構外国の人結構いたね、普通に、うん、うん、うめっ、うまいな、目覚めるな、やっぱり、うん、腹は空いてたから、うん、顔が違うな、やっぱ。どうだった、その最初と比べたら。もう本当に出会った子は泥のような顔してたけど、本当半時計、半時計時計してたけど、半時計半時計してたけど、今ようやく顔が大きいって、ちゃんと本当、うん、空港は目覚ましたってくれる、やっぱ最高だ、うん、米ね、うまいな、この炊きたてなんて、うん、6時とかね、6時に炊き上がったこの6時15分ぐらいですか、うん、めちゃくちゃいいタイミング、うん、うまっ、最高だ、バッテリー、昼以降のメニューも気になるけどね、ね、うん、今朝の朝定食とか、うん、モーニングルーム、こっち側にボトルキープされてるんだな、うん、やっぱ全部蕎麦醤油って言ってた、あ、珍しい蕎麦醤油ですね、夜居酒屋やってるから、そういうメニューにもなるから、うん、空港ボトルキープかっこいいな、かっこいいパイロットとかじゃない、でブランドスタッフとかな、じゃないの、無理じゃない、ここで大丈夫とは思ってる、パッと雨が飲んだって分かんないね、漁師からでやってる、まあそうか、うん、空港に来る人間がやっぱり出て、何々さんの飲んでいってんじゃん、何々貴重のだ、あっちゃおうぜってこの感じなんだ、うん、いいな、このなんか久々にちゃんと朝ごはん食ってくるんですよ、なんかちゃんと、ちゃんと、うん、これ超朝ごはんだよ、めっちゃいや、まあ、朝天丼はちょっと違うけどうまいよ、うまいけど、めっちゃ朝ごはんいただいてる、これはだって全然別に仕事行くわけじゃないだから寝ます、この後
僕は芋を焼きに行きました。じゃあ夜ご飯。いや確かに夜ご飯。本当はね夜ご飯だ。ってことは。うん。よかった。うまいな。でも、まあ、1杯でもあるよね。で、2杯で、1杯で、1杯まあ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 、1杯目覚めの1杯だったかもしれない、今回第2回にして実はもうそれワンカップではなくて、実はメニューの方だった やば目覚めのメニューの方だったかもしれません。なるほどね。そうですね、メインのことだったら無限じゃん、なんでもよくない、目覚めてれば無限ですよ。え、無限ですよ、それは。え、ここから考えます。レギュラー、本当レギュラー下ろしてほしい。行ったことないから、これは、うん、いや決まっちゃったんで。いや、マジで声とかしてよ、やだよ。いや、それレギュラーなんで。で、阿部なめくん、次週からレギュラー行けるか。ちょっと一回マネージャーに話してもらって、ちゃんとしまったかどうして。もうやる。ちょくじゃないんだけど。ちょくじゃないから。やめじゃん。これ闇じゃないから。闇じゃないから。あ、そうなの？うん。そうなんだ。しまたかも了承してるから。してんの？してる。うん。光か。光だから考えます。これコーヒーが良かったの。コーヒーからコンポタとかそのくらいに。うん。うん、無理。無理。うん。いいんだよ。うん。その一回目でだって一回目で良かったと多分消えてると思うから、この二回目は。あの計画がいろいろ決まってるんだけど、計画がいって最初から飯目がけてきてる、うん、もう計画はもう丸っていう、ね、ゆっくりでよかった。うん、本当はね、あれ人数増やすのも早いなと思ったけど、ちょっとさすがに早いかなと思ったけど、うん、まあでもそんな関係ない、もう走り出したから。それはもう確かに走り出したらそうだ、うん、そう、もうどうなるかもうみんなに見てもらって、目覚めてればそう。でみんなが寝てたから俺は起こしに行っただけだね。寝てねえんだっつうだから、この今後みんなが寝なければいけません。寝たら行っちゃいます。なるほどね、はい、だから目覚めといてください。ずっと目覚めといてください。目覚めといたら太郎くんがわざわざ目覚めさせに行く必要はないんじゃない、うん、OK、 あ、目覚めてればいいんですけど、うん、寝てたらよっていう。なるほど、うん、抜き打ちチェック。フレディと同じシステムで寝た瞬間に襲ってくるんだ、はい、夢見た瞬間に俺がもう入ってくるから、それ肝に銘じておいてもらって。怖いな、赤羽街から、赤羽一番街から一番街の赤羽でやってくるんで、はい、じゃあ、はい、やっていきましょう、はいはい。じゃあこの後はコーヒーで締めます、はい、コーヒーで締めますよ。コーヒータバコで、はい、コーヒータバコでいきますよ、はい。次は高井くんです。